新しい農園413日、先週からね新たなファミリーが加わりました。うずらのひなが2羽うちに登場ということで、浮かさせました。紹介していきましょう。今週の畑の状態、はい、で今週の状態ですけれども、特に変わりなくというか、結構雨が降ったりしてたので草がね茂ってます。そして作物もいい感じですね。トマトなんかも赤くなってます。あれは中玉トマトかな。中玉トマトも今年はうまくいって不思議だ。ミニトマトもいい感じで、トウモロコシも食べ続けているのでだんだん減ってはいますが、こちらもコンスタントに取れているという感じでしょうかね。あと1、2週間でね食べきってしまうんでしょうけど、トウモロコシこんな感じです。はい、まあ、農園はこんな風な感じですね。今週は日曜日なのに仕事があるからゆっくりとレビューはしていられない。日曜日の朝から早番なんてひどいよ。ピーマンがね、こっちはね今年の苗買ったやつなんですけどね、1年越しの方はねこんな感じなんですね。不思議と葉っぱがね弱々しい、でも実はつけてるという。これ実はね取っていった方がいいのかもしれないな、なんてことは思ってますけども。あとはオクラとかがだんだんでき始めてるっていうのが、あの辺とかですかね、あの辺とかですかね、オクラで、かぼちゃ、かぼちゃで、トウスイカどっかで見かけたら、あった、あそこにスイカが、小玉スイカがいます。この1個だけじゃないかな、食べれたとしても。スイカはコスパが悪いって感じかな。今年はこんな感じでございます。はい、じゃあ仕事行ってきます。皆さんいい日曜日をエンジョイしてください。ほなまた。